旅に出ようよ、のめチャンネルです。今日は熊本県の天草市の旅で、これから天草市を渡ります。で、実は本土の方から熊本方面に逆に帰るところで、今渡ったのが御橋という、本来だったら熊本の方から本土の方に向かって最後の足になるんですけど、逆向きに走ってますので、1つ目の橋をさっき渡りました。そして2つ目になる4号橋、松島だったっけ、はい、と言われる天草の島に似てると言われる。今日はちょっと天気が悪くて残念ですけど、はい、2つ目の橋を渡り終わって、次は3つ目の橋に向かいます。チックですね。天気が悪いし。はい。さあ3つ目の3号橋。3号橋、中野橋って書いてあるね。中間の橋です。松田五郷の3つ目の橋、中野橋を今渡っております。天気が悪いのは残念ですけど、はい、中野橋を渡り終わりました。次は2番目の橋、ちょっと大きいですね。熊本方面から来たら2番目の橋になる。ちょっと大きな橋です。ちょっと大きいね、ここ。何橋、上天草市、あ、ここも松島町になるんだ。いや、仙台も松島だな。はい、はい、2番目の橋渡り終わります。とりあえずこれでしばらく橋はないです。はい、よろしくお願いします。さあ、天草五郷の第1橋、隣は本物は隣です。こっちは自動車専用道路で最近できた新しい橋ですけど、右側が天草五郷の第1橋になります。映した右側、はい、映ってます。さあ、これで本土から第5橋から反対側に54321と来て、天草五橋全部渡り切りました。は